やはり最後の障害は得意と人気さえ超えうる存在か。だが君も得意点への応接の準備を。メルコ、お前メルコに一体何を。成長させてやるのだ、兄として本望だろう。メルコ、海の得意点、素晴らしい仕上がりだ。マグロと同調、貴様らの協力がなければ成し得なかっただろう。俺たちどういうことだ。コア得意点、世界の運命が収束し、その存在が命運を左右するもの。我は星の霊獣アルバクをもとに神の力を注いでこの素体を創出した。だが因子を揃えるだけでは得意点として機能しない。さまざまな因果を織り込む、すなわち自発的な交流を仕組む必要があった。交流を仕組む。素体の異常な因子ゆえに海の生物はメルコを本能的に拒否する。つまりメルコは海で孤立する。淡水と海水がやすやすとまだらぬように余計な因果に戻らずに済むのだ。そして最初に選んだ因果こそ貴様だ、マグロ。空の民を憎む孤独な青少女、孤独な素体と相性は良さそうだろう。一匹用意しておいたので。あの事件の真の狙いは俺を利用するため。近い、メルコとつなげることで星の因果を高めたかった。まさか仲間を失った直後にメルコと出会ったのが運命だとでも思っていたか。次は空の因果だ。得意点である団長をメルコと交流させるため、マグロとの入れ替わりを起こし、ヒゲカメの姿でリアゴーに導いた。最後に海の因果、メルコと竜宮民を交流させて自己認識が確立したところで完成だ。貴様を排除するため良い役割を担ってくれた。駒に決まったろ。竜宮民には空の民への敵意を本能的にプログラムしてやる。奴らはなぜ空の民が憎いのか自分でも分からぬままに空の民に怒っているのだぞ。バハの落としを、お前だけは絶対に許さない。子は主を感謝してもらわねばな。愛する妹と出会えたのだから。行け、海の特異点。浜辺のみんなを狙ってすぐに追う。子は団長、逃げなさい。あのアルバコアはもはや
本物の。ネルコ、お兄ちゃんだ。コア、優しいネルコに戻る。コア、もうやめて。ネルコ、そなたならば。元に戻りなさい、ネルコ。そんなのあんたらしくないわよ。またフライ交換を一緒に見ましょう。この私が付き合ってあげてもいいんだから。特に本当にわからないのか、コア。今、一瞬。私たちと同じね。今ならわかるわ。ヒゲカメの言葉を聞くと感情が制御できないの。でも全部が隠れちゃうわけじゃないから。ネルコちゃんがフライちゃんたちを助けようとしてくれてたの。うっ、俺たちの熱い友情でネルコを目覚めさせるんだ。得意なあ、ネルコ。俺はネルコの幸せを見届けられたらそれでいいって思ってた。でも本当は羨ましかったんだ。コア、怖くてもヒレを伸ばして誰かと仲良くなろうとする眩しいネルコが。俺、初めて歩いて、バーベキューは美味しくて、効果はすごく綺麗で、俺にも仲間が、友達ができた。子はネルコの友達のことも教えてほしい。子はこれは、串打ち頭突き子は？団長、お姉ちゃん。ネルコ！正気を取り戻した子は？マグロお兄ちゃん！よかった、本当に。怖かったきゃ、マグロお兄ちゃん。でも、いいのかぎょ、ネルコはバハの落とし子に作られた兵器で。神様の陰謀なんて知らない子は、ネルコは俺の自慢の妹だ。子はネルコ、団長たちと一緒にあいつを倒す。コア、分かったギョ。お話はその後で取っておくギョ。馬鹿げている。この我に逆らうなど。